里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ、はい、長々とやってきましたけども、はい、外国人スカウト、はい、びっくりするほど、はい、そんな回んなかったいやいや、そんな興味ないのかな。いやでも面白かったけどね、知らない選手が出てね。そう、あ、こんな選手いたんだと思ったんですけど、うんうん、そうですね。ただ私ちょっと謝りたいことがあって。なんですか。その外国人取った日、うん、1日で 12、3本取ったじゃないですか。最後の方自分のテンションめっちゃ低いなと思って。そうなんですか、はい、あんまり気にならなかったですか。あ、本当ですか、はい、見てて自分すごい、あの、まあ、私も一応見るんですよ、うん、でも、あ、ここ今のテンションだったらこう反応するなとか、うん、全く反応してないところとか。気合い入れてくださいよ。じゃあ、いや本当ですね、うん、いやでもやっぱあの12本目とか3本目多分結構疲れてるみたい佐藤さんのテンション変わんないのがすごいなと思いました。だからヨーロッパ一緒だもん。すごい、常に安定 80%。 そうですね、私多分あのこうなって最後もこの辺にいましたね、うん、あとね、はい、多分だけど知らない選手が多いから分かんないんで。あ、それはありました、うん、だからこうついていきづらいのよ。だからテンションが下がっていくのよ。徐々にこうなってましたね、うん、私2013からの外国人だったら、うん、あーってなるんですけど、知らない選手が多いっていうね、はい、あとねやっぱ気づいたのがね、はい、この AK レーシングさんのね、はい、椅子がねやっぱ最強やっていう。あ、それは思いました。だって5時間ずっと座ってんのに疲れないんだよね、うん、全く。そう、なんかこう、あー、もう知りたいとかないですもんね。全くない。本当にすごいですね、はい、ここまで言ったらね、はい、あの自宅に、はい、そろそろ椅子が AK レーシングさん届くんじゃないですかそのために言っちゃダメですよ。いやいや、欲しい欲しい、これは自宅に買ってください。え、買ってください。いやいや、もう This is宣伝です。はい。何も言われてないのにね。そうですね。案件でもなんでもないのに。そうですね。いやでもすごいいい椅子ですよね。いやこれね。本当に。あとですね。はい。めでたく、うん、オンラインサロンが開設してたみたいで。はい、オンラインサロン？はい。佐藤崎の。はい。え、すごい。自然発生で。自然発生？はい。はい。やっぱりね。はい。調べるの。うん、僕らも労力使いますけど、はい、調べるところが間違ってるとこっちも間違うんですよ ね。 いや、そうですね。人のせいにはしたくないですけど、はいはい、複数のとこから調べるよって思うんですけど、さすがにそこまでなかなかできないんですよね、はい、そしたらオンラインサロンのメンバーが、あ、調べてくれるんですよ。ありがとうございます。なるほど、ありがとう。コメント欄とかでみんな教えてくれるっていう。そうそう、ありがたいですね。そしたらすぐコメント欄に、ね、寄せて修正するっていうね、うんうん、システムで。だから皆さんに、はい、支えられてやってんのがこの調べる系です。はい、そうですね。やっぱ人の手なんでね。でもちょっとね、頼ってるとこもある、うん、あのどうせちょっと間違ってても教えてくれるっていう、はい、そうですね。いや、オンラインサロンの、はい、無料オンラインサロンのメンバーの人が、うん、そうですね、はい、ありがたいですね。いや、だからみんなで作り上げてるってことですね。そうそう、ジャイアンツなんてイスンヨプ忘れるかって話よよく名前出てくるイスンヨプが、うん、一緒にやってて、はい、しかも、うん、あんな活躍してて、はい、忘れるかっていう、はい、忘れてんだよね。忘れちゃうんです。入って、え、俺コメント見た時、え、イスンヨプ、いや入ってるでしょさすがに、はい、あれいないそんなもんなんですよ、やっぱり。そうなんですよ、ね、ありがとうございます。メンバーの皆さん、ありがとうございます、ね。あの、本当にオンラインサロンが必要だと思ったらコメント欄ください、はい、考えます、はい、いや、そう考えたらいいですね、はい、だってもしオンラインサロンあってみんなで頑張っていろんなことを企画としてできるし、はい、うんうん、でしかも、あ、ジャイアンツファンのオンラインサロンのメンバーの方、ちょ、調べてもらいますって調べてくれるんでしょあ、確かにデータこれですって言って、はい、いろんな人のちょっと見て照らさせ てで、みんなで協力して新しいものを作っていく、はい、で完成版ができる。いいね、いいですね、まあ、皆さんもし必要とあればやるんでね、はい、コメント欄お願いします。お願いします、はい、さあ今日はですね、長くやってきましたけど、はい、あの ABCD 評価の、うん、答えを今日は発表します。あ、はい、わかりました、はい、査定の、はい、皆さんやっぱ知りたいじゃないですか、うんうん、今回でもね、厳しめです。そうなんですよ、全体的に、うん、でまあ、皆さんもご存知だと思いますけど、 S はタイトルです、はい、首位打者、ホームラン王、打点王、最優秀防御率、最多勝、最多セーブ、最多ホールド、はい、っていうタイトルが S、うん、はい、あと沢村賞も入ってます。あ、そうですね、すごいんで、はい、で G はベストナインとゴールデングラブです、はい、だからあの前回のね、ドラフトは S と G が一緒でしたけど、うん、今回はベストナインとゴールデングラブは G で、はい、でその前の数字はそれを何回取ったかっていうね、うん、
在籍年数の中で何回取ってるかって、ね、そうそうそう、だからこうね違う球団行っちゃうと、うん、そこの球団でどれだけのレベルのことができてるかなんで、はい、こっちはエースだけどこっちは無印とかあるんですよね。そうですね、晩年になってくるとつかないとか、ペタジーニとかね、はい、カブレラとかっていうところあるんですけど、うん、そのチームにいた中でどれぐらいの成績残したかっていう、はい、だから移籍しすぎると点数が割れちゃうんで低くなっちゃうっていうね、はいはい、だずっと一筋でやってた方すごい高かったですもんね。すごいローズね、ロバート・ローズさんね、うん、はい、あとは誰だったかな、ローズよりすごいのいたよね、一人確かいた気がしますね、えげつないのはね、はい、一筋の人、うん、あとまあマートンとかもすごかったけどね、阪神のねマートン、ああはいはい、そうでしたね。ってことで、あと ABCD 評価は打者は、はい、打者の D は100試合以上出場したら D です、はい、無条件でほぼスタメンっていうことですね。そうですね、まあ、あと代打とかね、代打とか、はい、まあ、100試合以上出たらまあまあ D ぐらい上げてもいいかなっていう、一軍にはずっといたよ、はい、であと2割5分、はい、ホームラン20本、打点60、盗塁30盗塁をクリアしたら C、うん、はい、まあこれぐらいは最低いるやろっていう、うん、はい、外国人で来た時に打率2割5分打てへんってやばいよねっていう、うん、でこれだからどれが一つでもクリアしてたら C なんでね、はい、あそうですよね、はあ、打率が低くてもホームラン打ってたら C だし、うん、で2割7分5厘、はい、ホームラン25本、うん、打点80、盗塁35以上いくと B です。だ B は結構もう B はもうレギュラーいいですね本当に、うん、でも B は欲しいでしょ、欲しい、助っ人だったら欲しい、助っ人できて2割7分5厘打てないの、ホームラン25本打てないの、うん、打点80、はい、足の選手で35盗塁できないの、え、じゃあ何なのみたいなね、どれかでいいんですもんね、そうどれかでいい、うん、だから足特化でもいいしホームランでもいいし、はい、だからのリックショートみたいにホームラン少ないけど3割打ちますよっていう、はい、いうのもいるしね、うん、打率は少ないけどホームラン30発打ちますよっていうやつもいるんで、はい、あとちょっとどれも平凡だけど足速いですよっていうね、はい、ヘルマンとかね、うん、っていうのも、まあ、だからどこもカバーしてるっていう、はい、A が打率3割、はい、ホームラン30本、うん、打点100、盗塁40以上が A です、うん、やっぱここまで来てくれてありがとう、最強だね、 A 取ってきたらもうスカウトさすがっていう、うん、はい、うん、まあ、最低 B よっていう、うん、もう C はギリよっていう、 D はうーん3番手ぐらいの外国人みたいな、うん、だから D の方ってあんまり DD とかっていなかったですもんね、やっぱ1年しかいないところが多かったですね。で A とか BB っていうのは、うん、その同クラスの成績を2年以上残したことがある人は A ね、はい、だから AB とかになんないの、下がったやつはかかる、もうトップだけ、うん、トップだけ、だから DC とかない、はい、で当初は D が規定投球回、うん、もしくは30試合登板、はい、中継ぎだと、うん、が D です、はい、まあまあ一軍にはいましたねっていう、そうですね、うんうん、で C が10勝、はい、防御率 3.5 以下、うん、30セーブ25ホールドポイント、はい、で40試合登板、うん、ができれば C、でプラス中継ぎとかは40試合以上登板で防御率が3点台だと C です。はい、な意外ともうここハードルちょっと高くなってきますよね。そう、もう高いよ、ピッチャー高い、高い、10勝で C だからね、はい、でもよ、はい、外国人投手の先発が来てよ、はい、10勝って最低限ですよね。意外と10勝ってやっぱハードルは高いですよね。でも外国人投手来て10勝もできにひん投手取ってくるの、まあ、そもそも、まあそうですけど、だってエース格でしょ、はい、ローテーション3番目くらいには入ってくるピッチャーでしょ、はい、先発だと、はい、それに10勝を望まない人ってもうそもそも終わってるよね。まあまあそうですね、まあ、そのぐらいしてほしいと思って入団、そうだから C は行かないとっていうね。まあそうですね、うん、でリリーフだとやっぱ40試合ぐらいは投げてもらわないとっていう、まあ、そうですね、うん、最悪、うん、やっぱセーブだと30、はい、ね、ホールだと25ぐらいは30セーブか、はい、うん、だって守護神取ってきましたって言って20セーブぐらいじゃはって感じでしょ。確かに、うん、だピッチャーも C 以上はいいのよ、はい、そうですね、いやもうかなり活躍してますよ、うん、そうそうそう、はい、で B が12勝、うん、はい、防御率3点以下、うん、はい、で35セーブ、はい、30ホールドポイント、はい、50試合登板、うん、で40試合以上登板で防御率が2点だ、はい、だと B です。その先発の方の防御率っていうのは規定投球回プラス防御率ですね。そう、規定投球回行ってたね。だから規定投球回行ってないと向こう。向こうですね。はい、防御率に関しては。うん、先発はね。はい。だ12勝、もうエースよ、エース。エースですね。で、B。B。
A って何でしたっけ。 A は15勝以上、はい、あ15勝以上か。防御率 2.5 以下、はい、でセーブが40セーブ、うん、ホールドがホールドポイント35、うん、40試合以上登板して防御率が1点台、はい、だと A です。いやで見ててやっぱ A のピッチャーってそこまでいなかったですよね。うん、だハードル高いよ。でもここは望むでしょ、だって日本人でも行くのに。まあまあ行きますね、うん、そういうのに外国人の助っ人が来て行かなかったら、だって助っ人でしょ、はい、助っ人って助っ人しなきゃいけないんでしょ、はい、助っ人にならなかったら助っ人じゃないじゃない。確かに確かに。だからどのランクを呼んでこれたかって、だから A とか呼んできてたら最強じゃない。いや最高ですよ。だからピッチャーで、ピッチャーで A だとどのぐらいいました。ロッテだとね、ミンチ、ああグライシンガ、うん、でもこれはあのちょっとね、広島と巨人さんから来たっていうね。あまあまあ、はい、で、あとはあのボルシンがタイトル取ってんでね、はい、西武だと A はね、ミンチェで、グラマ、うんうん、シコースキー、はい、ウィリアムス・サファテ。あ、意外といますね。で、中日がソン・ドンヨル、うん、バンチ・ギャラード、チェン・ウェイン、ソーサ、ライデル・マルティネス、うん、ロドリゲス。うーん、横浜が意外といるな。横浜、ソーサ、操作パットン、エスコバしか A がいない。へ、やっぱ A はね難しいと思う。難しい。オリックスは A のピッチャーいないもん。一人もいないよ、オリックス。そうなんだ。打者は結構多いですけどね、うん、A いない。日本ハム A はミラバル、グリーン、マーティン3人、ヤクルト、オンドルセク、ルーキー、イムチャンヤン、うーん、バーネット、グライシンガー、ホッジスいるね。結構そうですね、ヤクルト結構いいのね、うん、いますね。で巨人、ガルベス、うん、グライシンガー、ディッキー・ゴンザレス、マシソン、マイコラス、うん、ソフトバンク、ペドラザ、オールトン、ハルケンボーグ、モイネロ・サファテ。でも A 以来ね、もう一気にタイトルだね。そうですね、うん、もしかしたらタイトルって最多勝とかだと、そうそうそう、15勝はいってない可能性ありますよね。うん、そう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 、それでもタイトル取ったやつだからね。で, す で, すでもその年一番活躍してるってことだ、ね、確かに、うん、これが基準よ、はい、これね、点数、はい、頑張って考えたんですよね、はい、どういった点数でどうやろうかっていう、うん、はい、で点数考えた時に D は1点、はい、で C が3点、はい、でもし CC だと加点プラス 2, プラス2で B は5点、はい、で BB だと加点プラス2、全部加点はプラス2、うん、で A は7点、うん、で加点はプラス 2、はい、AA だとね、はい、だからイスニョプの場合は9点なんだよね。ああ、 AA だから、うん、で G はプラス3点、うん、で複数回取ってると複数回に合わせて2点ずつアップ、はい、でも 3G だと、3たす2たす2ってことか。3たす2たす2だから7点になるっていう、うん、で S は10点、はい、で増えるたびにプラス4点だから 3S だと18点、10たす4たす4ってことですね、うん、だからロペスやばいのよ。だからローズ、あらー、あ、ローズなんて、1人で20点ぐらい入ってましたよね。そうそう、ローズが 6SG7 だから、はい、基礎点10点のプラス5だから、うん、S が30点でしょ、はい、で G が 3.6 に12だから15点、4の5回だから、あ、4が5回すごっ、だから20だから30点、30点だ、わすごい。で G7 は3の12だから15点、だから45点よ。もう1人で45点だって。 DeNA って200点ちょいぐらいだったから、はい、1人で4分の 1だ、5分の1か、約、はい、20%、 23% 1人、そうですね2、3割ぐらいも1人で取ってるという、うん、ロージーいなくなったらぐわー下がるからですね。わーおっていう点数計算して、はい、でいろいろ考えたんですけど、はい、で、まあ、今日の動画撮影が、うん、まだ全部のチームが出てないんで、はい、あ、そうですね、あ、修正入っちゃうんですよ、オンラインサロンのメンバーの皆さんが、はい、だからオンラインサロンのメンバーの皆さんが、はい、いろいろ決定見つけてくださって、はい、全部の点が決まった後、うん、シャッフル大会するんで、はい、でこれもいろいろ今考えてるんですよ、うん、何が正しいかっていう、はい、ただ人数で割るだけじゃちょっとなとか、うん、まあだって横滑りって言い方もあれですけどもあるし、うん、見つけてきてないってこともありますし、うん、でもその点数も大事だけど、うん、どれだけ A と S を呼んできたかも大事だよねっていう、ああ、こうやってスカウトの評価だから、うん、その目を評価するんだったら A と S を、うんうんうん、数打ち当たれはちょっと違うんちゃうかとか、確かに、ピッチャーとバッター分けた方がいいよねとか、
バッターうまい、ピッチャーうまいとかもあるから、うんうんうん、っていうのをいろいろ考えながら、はい、あの皆さんが決定を見つけてくれて、はい、ちゃんとした集計ができたら、うん、はい、まあ、1月以内ですね、はい、キャンプが始まるまでには、うん、あの最後の最終順位、うん、どこの球団がスカウトがうまいのかっていうのをやるんでね、はい、ちょっと待ってください、はい、あのミスが起こっちゃうんでね、皆さんのおかげでもいい動画になってくるんで、はい、感謝したいですね。そうですね、はい、ということで、はい、評価の基準はこういう感じです、はい、でそれに照らし合わせてどこの球団が一番スカウトがうまいのか、はい、答えは月内に報告します、はい。